キチャンネル。こんにちは。こんにちは。最終決定順位予想。さあ今年もね、はい、日本一早いお正月の順位予想から始まって、はい、キャンプオープン戦、うん、終わりましたけども、はい、もうすぐ開幕、はい、最後の順位予想でございます、はいはい、いろいろありましたけどね。いやもう迷いすぎて、うん、もう分かんない、分かんない、決められない、分かんない。俺、はい、昨日変えたから、はい、あ、変えたんですか。順位予想を持ってて、はい、いろんなところで出してたけど、はい、昨日、うん、あのもう最終決定の全部変えて、はい、だからいろんなところで出してるやつとほぼ変わってると思う、はい、あ、じゃあ今日がもう最後。今日がもう最後、はい、これでもうプロ野球ニュース、うん、日刊スポーツ、はい、もうこれで最後です。おー、はい、はい、じゃあパ・リーグから、パ・リーグから行きましょうか。どっから行きますか。最下位から。最下位から、はい、6位ね。はい、せーの、日本ハムあれ今なんかあの声がなんか同じトーンの聞こえ方したけど、日本ハムですか。日本ハムです、はい、ビッグボス効果はもうないと。いやでもオープン戦すごい最初ね良かったんですよね。そうそう、うん、8勝6敗2分けで5位です、うん、オープン戦は、はいはい、でもやっぱりなんとなくこう全体と見比べた時に、うん、なんかこう確定というか決定的な、やっぱここがいいから勝てるっていうなんか根拠がやっぱり見つけられないので、うん、まあ、今年やっぱ1年ビッグボスがどういう采配するんだろうっていうのはすごい見たいなと思います、はい、結局やるのは選手だからね、うん、でいろいろその打順とかも変えれたりいろんな選手を使えたりするのも、はい、まあ、これっていう選手がいないっていうことなんだよね。だから正直チーム全体が、はい、ほぼ全員が一緒にレベルアップしないと、うん、多分 A クラス優勝争いは無理だから、うん、それができれば可能性あるね、はい、まあ、外国人選手も含めて、うん、まあでも今の現状で、まあ、上にできるのは監督変わったからってないね、うん、正直、はい、あとしかも、うん、今日の新聞もそうなんだけど、はい、あ、遠藤さん女性 SG 発生派おめでとうございます、はい、歴史が変わった、新庄さん前の、うん、オープン戦か練習試合の時のコメントで、うん、なんかあの選手コーチ、うん、今年1年トライアウトみたいなもんやみたいな、はい、あのダメだったらクビだしみたいな、うん、1年間かけてコーチも選手も見せてくれないと、はい、来年の契約ないよって言ってて、はい、えって思ったの俺は。え、それは誰ですか。新庄さんが言った。あ、新庄さんが、はい、そう記事にもなってて、うんうんうん、でもそれに俺えって思ったの、うん、それどこだと思います。え、しちゃんと結果出していかないとってことですよね。そう、コーチも選手も今年1年間トライアウトだから結果出していいものを見せてくれないと来年はここにいないよっていう、はい、それにえって思ったの俺、うん、どこですか。まあでも結構酷なこと言ってるなとは思うんですけど、うん、まあでも当たり前っちゃ当たり前じゃん、ね、当たり前っちゃ当たり前ですけど、うん、そうか。でも勝とう、勝つことを目指してないって言ってたからですか。うん、え、ビッグボスも1年契約ですよねっていう。あ、そうですね、うん、なんか自分は1年契約1年で来年もいますよみたいな発言で、はい、なんかあの監督会見の時に、うん、いや複数年契約の提示受けたけど1年で勝負していきたいんで、うん、僕はそういう生き方なんで、うん、1年契約にしてもらいましたって言ってたじゃん、はい、うん、え、あなたも選手とコーチと同じように結果残さないと来年いるかどうか分かりませんよねって思ったの。あの自分もそうするからみんなもそうしてねってことじゃないですか。いやいや俺に見せてくれないとって言ってたからですか。もうなんか来年もいる人の発言と思って、はい、そしたらよ、はい、と思ってたの、はい、そしたら今日の新聞に、うん、来季で新庄辞めますって載ってんだよ。はい、で勝手に続投宣言しちゃったっていうのですけど、はい、結局、うん、1年契約だけども結局2年複数年かっていう。ああ、2年ぐらい集中型でやりたいタイプって書いてる。そうか、じゃあ、まあ、来期も、まあ、おそらくやるだろうってことなんですね。契約上の任期は1年3期連続 B クラスに低迷するチームの大感覚を託されて、うん、3年も4年もできない2年ぐらい集中でやりたいタイプ。そういう意味では僕は2年で世界一の球場が出来上がるのでっていうね、うんうん、っていうところでって思うとね、はい、本人は来年もやるつもり、はい、だからあの発言なんのかっていう、ね、まあそうですね、うんうん、じゃあ結局は1年契約じゃないなっていう。
1年契約だけど1年契約じゃないんだみたいな。まあまああれじゃないですか、その球団側もまあ複数年を提示してたわけですから、まあ複数年やってほしいなっていう思いはあるっていうところでじゃないですか、ね、まあもちろんもちろん、うん、しかもあのね結果で判断って言ってたけど、はい、うん、あのいや選手がチームが変わってきてるんでって必ず言うのよ、はい、何位になってもそうですかそうそう、いやまあこれはもう過去もそうだ、そうですか、過去の歴史が、うんうん、っていうのをね今日の新聞見て思っちゃったっていう、ね、はい、ところですけども、はい、まああのまあ予想としては最下位だね。でもいいじゃん、ヤクルトだって去年最下位に予想したけど優勝したからね。あ、そうです、あのあくまで予想ですから。そうだ、大体ね、うん、俺らの予想にそんな目くじら立ててちゃダメ、うん、そうですねそんな、はい、そうだ、だって優勝すればね、うん、去年のヤクルトみたいに、はい、もう全員の前でまた謝るっていうね、うんうん、ところをやるんでね、はい、あのファイターズファンの皆さんもね、はい、腹立つなと思ったらね、うん、もう半年かけて里崎を謝らしてやるっていうね、うん、その原動力でね頑張ってもらいたいですね。はい、はい、そうですね。じゃあ続いて5位。5位か、はい、いいですか、はい、せーの、ソフトバンク。おお、あれもともと何位でしたっけ、ソフトバンク。5位にしてました、もともと5位です。5位ですか、はい、はい、私西武にしました。西武ですか、はい、でも私も西武とソフトバンクで、じゃあ4位が西武ですか。4位、え、4位が西武ですか。あ、今5位が西武です。あ、じゃあ4位がソフトバンクですか。はい、 あって言っちゃってましたね、はい、僕は4位が西武です。あ、じゃあ近いですね、なんかね。そう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 、はい、まあソフトバンクの5位の理由は、うん、はい、いやそれは戦力だけ見たらすごいよ、うんうん、でももう怪我するじゃん。はい、でももうだってあの、うん、練習試合オープン戦から絶好調だった、はい、田中正義、うん、もう違和感で開幕ローテーション外れるんでしょ。はい、だから結局、うん、まあ、結局っていう言い方もあれだけど、うんうん、もうここ何年もレギュラークラス全員が多少の離脱とかあったとしても、うん、大きな離脱をしなくて過ごしたことないからね、うん、でそう考えたら今の原生力が怪我をしないでいったらすごいけど、もう若干その突き上げしてたベテランがいなくなったり、うん、ちょっとの高年齢化してきて、うん、突き上げなきゃいけない若手がまだ未知数っていうところで、うん、数はいるけど若干層の薄さを感じてきてるのよ、はい、でしかも、うん、どんどん怪我人も出たら、うん、これきついんちゃうかっていうので来い、うん、ああなるほど。あの私も西武とソフトバンクほとんどなんかそういう同じような感じなんですけど、うん、ちょうどなんかこう若手とベテランのこう入れ替わりでも若手がこう育ってきてる時期なんじゃないかなっていうのはすごく感じてて、うんうん、なので私の推しの鈴木翔平選手もオープン戦すごい、うん、だって今打率 2位とかだったかな。そうそうそう、うん、でもあれなんでしょ、でも5位なんでしょ。あとか頑張ってたのでそういった若い選手たち今外野手とか定まってないじゃないですか、うん、セーブとかも、うんうん、なのでそういうところがハマってくるとグッといくと思うんですけど、うん、なんかやっぱりまだ層的にちょっとこうあの5位かな、まあ、上から並べたら5位かなっていうところで5位にしました。ソフトバンクはじゃあ B クラスですか。だから4位です。俺西武は俺 A クラスにしてたのずっと、はい、うん、でもじゃあ3位いく。あ、じゃあ3位いきましょうか、うん、はい、せーの、オリックス。楽天。じゃあもう2位もいこうか。いっちゃいますか、はい、せーの、ロッテ。オリックス。あれ、え、1位ロッテで楽天ですか。いいんですか、せーの1位どこって言わなくてよかったんですか。もう今分かっちゃったから。あ、じゃあ2位の前に1位言った方がよかったんじゃないですかこれ順番的に。もう今分かっちゃったから。分かっちゃいました。はい、1楽天です。ほう、はい、あれ B クラスだったのに。やっぱりあの本番はもうやっぱ仙台の、うん、やっぱ仕事通りに行かなきゃいけないから。いやいやいや仙台の仕事ないですから私ロッテの仕事ないとか言うじゃないですか仙台の仕事ね。あの楽天1位ですか、 B クラス予想だったのに。まあオープン戦優勝したんですけど、うん、あのやっぱ見てたら、うん、チームバランスめっちゃいいじゃんと思いました、うん、先発もいるし、うん、あの抑えとか中継ぎも、まあ、新人が出てきたりとか、うんうんうん、あのすごい今いいわけですよ、うんうん、なんか新人の西垣投手とか、うんうんうん、あと小峰投手って育成から上がったりして、うんうん、で安楽投手、武仙投手、松井投手も今がっちり、うんうん、まあ、多分もう勝利の方程式だろうなっていう感じで見えますし、うんうん、で野手も和田蓮選手もいいし、もう一番の西川選手もすごい活躍ですよ。和田蓮使うの。いや、あんだけ打ってて使うんじゃないですか。どこで。そこがあの今スタメンが固まらないぐらいの層の厚さなんですよ。ファーストで層の厚さだけ。そうなの。そうです、そうです、そうなんですよ。ファーストで、ね、和田蓮選手使うんじゃないかなとも思いますし、うん、鈴木大地選手ですら本当スタメンで出られるかなぐらい今、うん、本当。でも外国人がね開幕にいるんだから。
両方とも。え、そんなことないです。え、言ってたよ。あ、もう言ってました。うん、丸漏れも、うん、開幕2軍って。あら、まあ、でもあのだから出れるよ、うん、DH とか空いてるからね。そうですね、うん、でもあの基本的に去年全然外国人選手が機能しなかったので、うんうん、もう外国人がもし当たったらそれはラッキープラスって感じなんですよ、うん、だから去年の戦力より今年はいいと思います。俺はこのオープン戦の頑張りを見て、うん、本当は楽天 B クラスだったんだけど、はい、4位だったんだけど、うん、西武が3位予想してたんだけど、はい、まあ、外国人もちょっと来るのも遅かったし、西武は、うん、やっぱ外国人頼みはちょっと否めないし、うん、まあ、若手頑張ってるけどこれが1年どうかっていうところもまだ未知数だから、はい、いや、まあ、底力あるけど若干4位になって、うん、その楽天のオープン戦の頑張りを、はい、で楽天はやっぱこの外国人が頑張んないと、うん、やっぱ1年間日本人だけではきついっていうのはもう去年見て分かったから、はい、でそのそういったところで、まあ、あとは松井裕樹が怪我しないのも大事なんだけど、うん、まあ、そこで、まあ、3位は行くかなっていうところでオープン戦の頑張り見て、はい、で、まあ、ロッテは、うん、あのオープン戦あんまりだったけど、うん、まあ、全体的に、まあ、レアードとマーティンが打ってる試合はほぼ勝ってるから、はい、あとなんか高部がね、うん、なんか首位打者ですよね。そう、2軍の、ね、うん、2軍でもそうだったけど、はい、1軍でどうかっていうところで、うん、オープン戦いい感じで結果残して、はい、でまあ、荻野がね、うん、ちょっと出遅れちゃってるんで、うん、でそこで、まあ、これで高部がハマったら荻野、はい、も帰ってきて試合出れなくなってね、うん、そうですね。あと平沢も開幕スタメンかっていうね、うん、ところも出てるから、はい、まあ、そういったところが、まあ、うまくハマっていけばね、うんうん、まあ、まあ、そのハマっていっても結局はレアードマーティンなんだけど、うん、まあ、そこが頑張れるかによって大きく変わるけど、まあ、2位2位できて、はい、まあ、正直ね、うん、セパはそうだけどどこが優勝してもおかしくないんだよ、うん、どっかが飛び抜けてるっていうところは全く、はい、もうちょっと前までのソフトバンクみたいなところもないし、うん、どこが優勝してもおかしくない状況だけども、まあ、2位2位できて、まあ、怪我人出さなかったら3度目の正直あるんじゃないのかっていうところと、まあ、そもそも連覇が難しいからね、まあ、そうですね、そもそも、うん、こうソフトバンクでも日本一4連覇してるけど、うん、はい、結果その間2位2回とかあるから、うん、やっぱり連覇って難しいから、うん、オリックスも戦力だけ見たらいい感じで上がってきたけど、さすがに連覇は、うん、まあ、なかなか難しいやろうっていうところで、はい、まあ、2位にしてっていうところで、うん、だから俺はロッテ、オリックス、楽天、西武、ソフトバンク、日本ハム、はい、で袴田さんは楽天、ロッテ、オリックス、ソフトバンク、西武、日本ハム、日本ハムです。だから日本ハムだけが一緒だね。そうですね、うん、でも AB クラスは一緒だね。一緒ですね、うん。いやでも私ロッテもともと3位に、うん、じゃあ、あれ2位にしてたんだったかな前回、あれロッテは2位です、ね、2位にしてたんだ、うんうん、あ、じゃあ変わらずなんですけど、うんうん、やっぱロッテって佐々木朗希投手の超プラスっていうのがあるじゃないですか、去年からか変化するところとして。でも中6日で投げれるかどうかが勝負だからね。まあそうですね、中10日だと、うん、多分去年とさほど変わらないからね。あ、そうですか。あのその投げてる感覚としては、ね、あ、そかそか、うんうんうん、中6日で投げれ、中6日で投げれたら最多奪三振とかタイトルいけると思うけど、うん、はい、まあ、そこがどうなるかだね。なんか負ける姿があんまり想像今できてないですもん、佐々木朗希投手が。この前岡本に満塁、スリーランが何か打たれてましたね、うん、はい、ガチコンって、うん、いや、まあオープン戦ですから。え、じゃあもう楽天も別にオープン戦だからね。いや、私ロッテすごい楽しみって言ってるの。そんなにマイナスことあるのかね。頑張れって言ってるのに、はい、でもまあ、 あの、うん、チャンスはあると思うね、はい、あのロッテも、はい、だから本当多分どこが優勝してもおかしくないぐらいの、うん、まあ、激戦リーグにはなってるけども、そうだと思います。まあ、これが当たるかどうかだね、はい、だから俺正月からで言うと、うん、西武と楽天が変わったんだね、はい、そこだけ、そこだけだね、入れ替わったぐらいですか、うん、そこだけだね。私は結構変わったよ。結構変わりましたね。だって楽天が B クラスから A クラス1位行って、はい、ソフトバンクが最下位から、うん、あの 4位になって、はい、結構変わってるよね。変わってます。変わりましたね。オリックス、ロッテ、西武、楽天、日本ハム、ソフトバンクです。おお、あ、じゃあだいぶ変わりました。だから全部変わってるじゃん、はい、俺だってロッテしか同じじゃない。俺も西武、ずっと西武3位かなと思ってたのよ、うん、でもやっぱオープン戦の感じ見てやっぱり楽天の方が強いなと思ってそこが変わっただけ、うん、うんうん。あと、まあ、あのロッテは、まあ、レアードとマーティン次第っていうのはあるけど、うん、まあまあ3度目の正直でいくでしょみたいな。でオリックスは、まあ、戦力あるけどやっぱ連覇は難しいっていうところで2位になってね、うん、はい、だからソフトバンクが
どうなんやっていうところがミソだね。そうですね、かき乱せるかどうかは、うん、でもいい、やっぱどうせ怪我するんでしょみたいなのがあるのよ。はい、毎年のことだからみたいな、そうそう、ね、そこが怪我しなかったら、うん、それは全然 A クラスよ。それだってビッグな外国人も入ってきて、そう結構ルーキーとかね、いい選手とかもいますし、うん、だからそれはもう怪我しなかったらって思うけど、うん、そこはちょっとまだもうね、うん、毎年のことだから信用できないから、はい、まあ、一気に5位かなっていう、ね、うん、ところで、まあね、はい、答えは半年後なんでね、はい、あくまで予想ですから、そうそう、間違って謝りますから、うん、はい、私もやっぱ楽天、やっぱこう今年こそ優勝してほしいなっていう気持ちもあってのものですから。願望ですか？願望ももちろん入りますよ、みんなそうじゃないですか。そうなの？俺全く入んないけど、あの、私はまあこれ入ってますよ。そりゃそうですよ、みんなも願望入ってますからね。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、願望入れてね、うん、やって、だ去年もだって、あ、中島監督と高津監督にコンベンションの時謝っときましたもん、はい、あの低い順位予想でね、すいません優勝おめでとうございますってね。でだからこう最下位とか下の方に予想されたチームは、いやそんなことないって言って、もう結果で、そうそう、そしたらもう、あ、うん、謝りますから、はい、いやすごかったですねってなりますし、そうということでね、はい、まあ、皆さんのね、うん、予想もコメント欄でお願いします。はい、お待ちしております。神々や。